人はなぜスキャンをするのか。北海道のスキャンか、岩松軽氏はこう囁く。バイバイ iPhone を持っているからだ。なるほど、よくわからんが、この言葉を哲学的な意味で捉えれば、スキャンは、人生に似ている。目先の小さな目的にとらわれず、そのスキャンの頂きを目指し、ただ一生懸命、ただ一生懸命、登ればいい。それが、充実した人生を過ごす秘訣なのだ。スキャン道、先を見通せない将来に備えるため、間口を広げて様々な情報を集めておくのだ。駅の水路工事は危険だねー。ああ、何回とも泣く泣く目にあったな。地盤が悪かったわねー。そして、石炭の残りカスの豚やらたくさん出てきたわね。神山田線、神山田駅のちょうど真裏あたり。そういや、民家へ繋がる橋を壊したとき、中身が鉄道のレールだったわね。昭和時代の橋の施工方法を垣間見た瞬間だったな。意外にしっかりしていたし、低コストで作れたのよね、きっと。新しい床版もかかったし、道路も綺麗になったし、災害防止の一助になったかな。そうだね、施工前はいつ崩れるかわからなかったしね。あとは竣工図書をゆっくり仕上げていこうぜ。これからが大変だよ。うむ。